ャンプに励む選手たちのエールをとの思いを込めて新庄剛志監督自らが企画してくれました。そして本日はご来場いただきました中からですね、今日は約1万4000人ぐらいのファンの皆様がご来場いただいたわけなんですけど、その中から F ビレッジアプリチェックインチャレンジで見事選ばれた14名の皆さんにグラウンドに来ていただいています。今サンディ側の方に並んでいます。よろしくお願いします。それでは挑戦していただくルールの説明をしていきます。挑戦していただくゲームはジンギスカンバリンニアピンチャレンジというものです。シーズン中皆さんもご存知かと思います、ファイターズガールが持ってパフォーマンスをしていたジンギスカンバリン、こちらを1人1回投げていただきます。大人の男性はマウンドから、女性そしてお子様はマウンド前からホームに向かって投げていただきます。最終的に一番ホームベースの近くにジンギスカンバリンを投げられた方が優勝。なお投球していただきジンギスカンバリンは一番近くにあるもののみその場に残します。それ以外はスタッフが片付けますね。また最初の方にホームの近くに投げれてもカーリングと同じく後から投げたジンギスカンバリンに弾かれてしまうこともありますのでご注意ください。そしてこのジンギスカンバリンなんですが、フリスビーのように大きくカーブするみたいなのでご注意くださいね。ではですね、一度どのくらい曲がるのかをちょっと私が投げてみようかなと思います。それではマウンドに向かって投げさせていただきます。どれぐらい曲がるんでしょうかね。さあ、いきますよ。結構遠いですね。投げてみます。こんな感じで結構曲がるそうですので皆さんご注意ください。さあ、それでは新庄剛志監督に来ていただきました。よろしくお願いいたします。どうも、今日はありがとうございます。前回はユニフォーム姿で来られましたが、はいはい、今日は私服ですが、そうです。ちょっと何やら豪華な私服に見えるんですけど、はいはい、その上のコートとかちょっとお値段聞いてもいいですか。これはですね、ドルチアンドガッバーナというブランドで、これコレクションで出されたもので数少ないというものを僕が買いました。ドルチェ&ガッバーナのコレクションで出されたコート、はい、数少ない、はい、それを今着てきた、はい、おいくらぐらいするんですか。これ15万円ぐらいです。15万円ってそんなわけないですよ。そんなわけないです。ですよね、はい、ですよね。確か定かではないんですけど120万円ぐらいの、はい、120万円ぐらいのコートを、はい、今日ベースの施設に投げた方にプレゼントします。これだけじゃないんですけど、あとはモンクレーのあスニーカー、モンクレーというブランドのスニーカーとサングラスとオートクチュールで作ったグローブとニット帽、ニット帽、はい、を1名の方に。前回はシーズン中に着用していたユニフォーム一式、はい、今回はこれは1年半前ぐらいに購入してテレビ1回来ました。1回新庄監督